整備士を諦めるな。レソリューション。レソリューションからのお知らせ。2級自動車整備士以上の資格をお持ちの方に朗報。時給2000円の緊急案件。詳しくは概要欄まで。逆にさ、メタドルがそういうことを元女性整備士にいい環境とかってことをずっと発信してきたと思うんですけど、変わってきた？何も変わらないです。何も変わらない。企業からしたら、その女性メカニックに何かするぐらいだったら女性取んないで男性じゃ取るって、私だったら思うなとはやっぱ思うから。他人数も全然少ないし、多分全国で女性メカニックの人数なんて1万人とか、すごい男性に比べたら少ない。男性が 何人ぐらいいる中で、だって今いる会社なんてメカニック45人ぐらいだけど、女性メカニック私だけだし、そうなるとやっぱ女性の権限というか意見なんてやっぱ取り入れてもらえないから、まあ、女性としてメカニックをやっていくなら、もうやっぱ我慢するみたいな、そういうところでメカニックでも今まで発信したり、やっぱ自分で声を上げることが大事だったりするからさ、その一つ一つの会社がなんか嫌だなと思っても、ちょっとレソリューションとか使って、ちょっと転職、整備士を辞めないでね。私はもう整備士10年やってて、最初整備士辞めて、他のさっき石川さんが言ったみたいに他の仕事に転職しようかなと思った時期もあるけど、5年以上やるとやっぱ整備士が一番稼げるんだよね。今私が整備士以外のことをやるより、整備士として働いた方がやっぱ給料が良かったりとか、そういうのもこれからメカニック TV でもちょっと5年まで頑張って選手辞めないでほしいっていうのを、どうにかみんなに伝わればいいなと思って。5万人も登録者がいるチャンネルって結構そこそこなチャンネルなわけですよ。そこの、メインキャストとして変えていけるっていう可能性みたいなのを、 YouTube をきっかけに業界を、その女性のポジションが変えていけられるかもしれないっていう可能性みたいなものは感じれますか？それともそれを考えて今配信してますか？難しいなって、その自分、このメカニック TV も、トークって言って。そんな簡単に言えないよ。メテル側としては。気づいてないだけで、かもしれない。見てる人たちの中に、やっぱり、そういう車の現場で働いてもいいかなと思ってる女の子たちは増えてるじゃないですか。出てる側と見てる側の違いもやっぱあるじゃないですか。そう、自分で YouTube やってるとやっぱ企画考えても、撮る側と出てる側も違うし、見てる側も違うから、なんか出てる側としてなんかそんな簡単にね、やっぱじゃあみんな女性のメカニック目指した方がいいかまだちょっと言えないな。やってるこの今まさに携わってる側としては、こう日々なんて言うんでしょうか、バイオハザード目線みたいな一人称でお仕事をやっているので、この変化をおそらく感じるのって一番最後になるのかなって正直思ってるんですね。あ、なるほどね、はい。で、うんうん、彼女が言ってるこ の素直な意見っていうのが、おそらく今現場で働きながらご覧いただいている皆さんと全く同じ、うん、ものになると思ってて、僕の考えとしてはこれはこれですごくいいなと思ってまして、で、実際じゃあ数字だとか、例えば何が変わってきたかっていうところでいくと、転職媒体なんかでいくと、例えばエンさんとか、リクルートさんとか、マイナビさんとかでやってるようなものでいくと、本当数年前までは整備士の資格の記入コードっていうのももともとなかったんですけれども、ここ数年で大体大手の媒体さんは必ずもう資格の、整備士資格っていうコード自体がそもそも設けられてきたとか、転職市場は大きい、はい、人が出てきてる。でかつここに対してビジネスをしようということで参入されてる人材会社さんも実はもうすごく数が増えてきてて、でこういうことを一つ皮切りに転職市場がこう耕され、で経営者たちが当然ですけれども、活況になるこの人の動きの中で、より良い会社しか人が残ってくれないという認識が強くなってくるので、やっぱり女性の整備士を採用したい、なんとか育てていきたいっていうこと自体を口にしだした、発表しだした、発信しだした、数字を追いかけ出したっていうのはかなり大きな変化。まあ、じゃあこの3年でってことですよね。そうですね、この3年5年ぐらいで。メタドルが変わっていったり変えていこうと思わなくても、石川さんのこの思いの取り組みとか、私たち周りのこう会社とかがどんどんそう変わっていって、女性が働きやすい場になってくると、やってるメタドルがだんだんやってることが変わってくるみたいな。そうなんだ。そうなるのがいいかもしれない。そうですね、なんていうかこのゴリゴリとオラーみたいな形で変えていくぞっていうのはあまり
自分たちの何て言うんでしょうか、力ってそこまで正直及ばないんだろうなっていうのは、このマイナスな意味ではなくてですね、あの環境に応じて、おそらく自動車の業界って本当に優れたあの技術者だとか、これまでの歴史だとか、その経営の理論だとかっていう持ちの方がたくさんいらっしゃるんで、おそらく遅かれ早かれあの環境に適応していく業界なんだろうなと思うんですけど、一つ聞きたかったことが、メカドビに会えるんで久々に男の中に一人でやってるじゃないですか、そのことが苦痛にならないのか。全然ならないです。なんか最初はやっぱり男性と比べられたりとかして、なんか男性が簡単にやったことを私がやったらすごい褒められるとかあったんですよ。男性は褒められないけど、女性がやったらわーすごいって言われたりとか、そういうのがすごい最初は嫌だったけど、逆にもう全然もう男性にも負けないぐらいの知識とか、なんかその何年か前なんですけど、その動画を割と初期の頃、あの地元の大学生に手伝ってなって洗車の動画を撮った時に、うん、大学生の女の子が就職するのに、その女性ばっかりのところに行くよりも、おじさんとかおばさんとか男性とか異性でこう世代が違う中に入った方が自分は楽なんですって言ったのすごい覚えてて、でもすごい分かる。女性で今からさ、女性だけの会社、女性が多い会社なんて私多分あのなんかいじめた、なんか怒鳴られるくらい、なんかギスギスしてそうな女ばっかりっていうの、でその女性だけの会社で働いたことないから何とも言えないですけど、やっぱりイメージがあるじゃないですか、うん、いじめ、いいさん、うん、そういうのもやっぱ森首相みたいな人が、森首相は首相じゃねえやなんかおじさんに怒られてるだけなんで、うん、なんか全然女性メカニックとして、逆になんか女性が増えてメカニックの割合が55になったら逆にやめたくなりそうだなと思っちゃうけどね。なるほど頑張って女性がって言ってくれてる、なんかこんなこと言っていいかもしれないけど、いやいやいや、まあ、本当にこの男女比とかって業界とか会社によってもおそらく違うと思いますし、うん、その個々によってどういう環境が合ってるか違うと思うんですけども、考え方として例えば今の現状でいくと男性の方がかなり多いので、まあ、そこにこう女性の整備士として入っていくこの希少価値みたいなものを自分でこう感じてもらえるかとかですよね、その入っていく側の女性の方でいくと、ある意味このニッチな戦いができるっていうのは一つこうビジネスにおいてはすごくあの強い武器になるのかなっていうのは、特に彼女なんかもそうなんですけれども、やっぱり女性の整備士、あの男女で何かを区切るべきではないんですけれども、でもやっぱりこうあの役割分担でどちらの方が器用にできるかだとか、どうでしょうか、その求められてるものが今実際にはまだちょっと違うかったり、やっぱり力 の配分が違うかったりするんで、まあ、彼女は彼女のこう女性だからこその多分整備士のスタイルっていうのを持ってて、だこういうものを多分まだまだ作っていけるっていうのが、これから参入される女性の方にはこうすごくプラスになるのかなと思いますね。実際 YouTube チャンネルの中の女性ファンって、つまりメカニックとかに興味がある女性ファンって増えてる、コメントとか来たりとかメッセージ、だいたいその私の SNS のフォロワーとかもそうですけど、メカニ TV もそうだけど、1割は女性がやっぱ応援してくれたり、今高校生の女の子がその整備士になろうって専門学校に行こうと思ってますけど、だいたい1割いるかいないかぐらい、5万人いて1割だったら5000人ぐらいはいるっていうことでしょ。だったら業界的にはものすごい大事なあれですね、卵たちになりますよね、はい、そうですね、もう整備士の資格者自体は、うん、まあ、30万人ちょっといてて、あの女性の整備士って1万人いてるかいけないかっていうレベルで、本当に 1-2%、1.何%とかなんで、ものすごく大きなパイですよね。 そもそもメカニックの業界の中に女性整備士ってニーズがあるというか必要とされているのかなって、そこがね、正直自分が整備士やってて思うのは求められてる気もしないって10年やったから求められてるってだけで、整備がもう今できるから、うん、で今1年目の整備も工具も持ってない女子と男子がいた時に、その求められてる気もしないし変わったなとも思わないんだな正直、うん、そこで言うと、整備士自体におそらく求められることが今後変わってくるだろうと言われているので、うんうんうん、それこそ例えばオーバーホールだとか、細かな深い整備、重整備が減ってきている。なのでそれをやりたかったあの整備士の人たちからすると変わってしまって、深い整備ができないということをマイナスに感じられている整備士の方も多いんですけれども、はい、プラスで言うとおそらくそういった込み入った整備をする必要性がなくなってきて、この選択肢の提案だとか、
あのお客様に対して使える時間が増えてきたっていう風になってくると、うん、じゃあ整備士っていうのはあの直すことだけではなくて知識をもとにどうやってお客様に次の新しい選択肢を提案していくかとか、うん、ここをなんていうんでしょうか、透明化して選択肢をきちっとあの3パターン用意できるか、でこういうとこはきっとあの女性の整備士がもしかしたら活躍できる可能性があのすごく大きいのかなと思ってて、あとはここにシフトしていくあの営業体制、経営体制、サービス体制っていうのがどれぐらい業界として作られてくるかっていうのがあのその地盤としては重要なのかなと、はい。俺の車の整備出した時、ゆきちゃんみたいな可愛い整備士さんがさ、池さんのハイエーススーパーチャージャーつけた方がいいかもしれませんかそれでって言っちゃうかもしれないかちゃおってでその接客の方もやりつつメカもやりつつっていうのができれば最高だなと思う。今もどっちかに振られちゃう、なるほどね、メカニックか接客かみたいになっちゃう、営業か、うん、私はもうメカニック選んだけど、やっぱ女の子でメカ目指したい子たちはやっぱ2、3年働いたら営業行ったりフロント行きたいって子が多かったりする。そうするとさ、メカを上がんなきゃいけないんだよ。だから企業がこれなんか両方ともできるような体制になってくれたら、私もじゃあ次半分は営業やります、メカニック。あと喋るの嫌じゃないって、うん、慣れてきたメカニック。なるほどね。じゃあ、まあ、10年働いて私も結構いい年だから、もしこれから結婚、妊娠、出産という予定があるのであれば、そういう風な体制をしてくれた方がメカニックも諦めないで済むし、妊娠とかも諦めないでも済むしとは思うね。今もし妊娠しちゃったらメカニック 100% 諦めなきゃいけない世の中だから、もうちょっと変えて、どうしたら変えて、じゃあ最後最後それね、うん、お二人から、うん、まあ、YouTube を使ってこれからも発信していく中で、こんな目標とかこういうことを変えていきたいとかっていうところを今の話なんだけど ね、 難しいね、お聞きしたいなと思います。つまり何が聞きたいかっていうと、 YouTube ってどんな魅力がありますかっていうところに自己を言ったお話を聞きたい。まずは石川さんかな。 ありがとうございます。そうですね、そのこの発信をしてすごくたくさんの方に視聴いただいて、月間 の、 あの視聴時間でいうと7万時間ですかね、一人の人間の丸ごと8年分ぐらいが月々見ていただいている、まあ、これぐらいすごくこう期待をいただいているのかなと思ってるんですけれども、あの整備士もしくはこの自動車業界 の、 あの人材市場といいますか、まあ、経営的な部分の特に人的資源のところで課題に抱えているなというのがやっぱりこの枯渇のところと、あとまあ教育のところになっていると思うんですけれども、まあ、いかにこの動画をうまく活用して教育 の、 あの部分をこう効率的にしていくかだとか、まあ、効果的にしていくか、教える人自体がいなくて、あの入ってきた人がほったらかしになっちゃって辞めていっちゃうということをずっと繰り返すんですね、人が足りてない会社って。でそこに動画が一つ入れば、例えば研修一回動画撮っちゃえばきちっとここで見てもらうだけで教えれる環境が作れるとか、まあ、こういう一つの考えるきっかけにこの動画発信メディアがなったらいいなっていう部分だとか、あとこの整備士自体の働き方が今の作業工数に紐づいたあの収益体制で、これは経営的な側面でも非常に大きな部分で、販売売上利益と別で、工賃の売上利益っていうのがあると思うんですけど、ここが非常にあの大きな部分があると思うんですが、まあ、これがこの工賃、労働工数に基本的には紐づいている。ここの働き方を、労働集約型ではなくて、知識集約型の、整備士っていうのは、腕だけにスキルを貯めるわけではなくて、ここにも実はすごいノウハウと、知識を貯めているんで、これをいかに収益化していく、まあ、収益化って言っちゃうとちょっと仕事っぽくなるんですけれども、人のその形に還元していくかっていうことが、例えばこの情報発信で車の触り方がわからない人に対して一つ何か自分でできるようになるきっかけになるとか、知っていくきっかけになるっていうこと、それが彼女をモデルとしてこう一つ何かこう実績ができて広がっていって、整備士の働き方がもっと多様になっていけば、うん、いいし、それがこう車業界の多様性にこう少しでも何かこう一歩にでもつながったらありがたいなって思って、まあ、とにかくまずは続けていきたいなと、一緒に皆さんも成長していければいいなっていうのが今の段階ですね、はい。チャンネルの目標として、例えば登録者何万人が目標地点ですとか、そういう数字の部分ではありますか、 YouTube として。そうですね、正直わがままなことを言うと10万人まず行きたいなみたいな気持ちはあるんですが、縦が欲しい、はい、10万で建てもらえるかしら、はい、ただ、うん、ここはどちらかというと
こだわってるのは、数字もちろん大事で、自分もやっぱりビジネスマンなんで数字を追いかけることすごく大事だと思ってるんですが、でも一人一人の視聴者の方がご覧いただいているこの世界観っていうのは、その人にとって向こうの全ての目線になると思うんで、数字が下がったからコンテンツをこうなんていうのか大量配信するとか、数字を判断基準にしなくても済むメディア運営みたいな形はしたいと思っているので、中身のやっぱり意味っていうのをもっともっと濃くしていきたいなとは思ってます。どちらかというと。ありがとうございます。ゆきちゃん、はい、私はそのメカニック TV に出させていただいてはいるんですけど、私の一番やりたいことっても車いじめで、正直メカニック TV のチャンネル登録それ増えたら嬉しいし、けどなんかそこになんか情熱は正直そんなになくて、言っちゃった。ただただ私は今 359R という車を手にしてもう2年経つんですけど、やっぱ高校生の時にすごい将来あれに乗ろう、買えるように頑張ろうと思って、うん、整備士と車業界に行ってやっと買えるようになって、買ったはいいけど自分で整備するには多額のお金もかかるから、うん、じゃあスポンサー様とか協賛していただいてどんどんかっこよくなればいいなと思って2年頑張って、まあ、今年ももっと産後かっこよくなればいいなって今年から正直考えてないです。なるほど、うん、だからそう。でもメカニック TV のチャンネル登録数が増えればよりその産後への協賛も、うん、それでいいって足がかりにしようと。でも整備士としてはなんていうの、成功まではいかないですけど、自分の車を自分のお金じゃないところでかっこよくできるなんて、なんか私が自分高校生の時にそうなりたいと思ってたところに今いるから、ちょっとずつ近づけてきてたと。そうそう、メカニック TV っていうよりは私は産後 TPR がかっこよくなったら嬉しいなと思って、今も単語がやっぱねすごい数字を持ってるからメカニック TV の中でも、うん、だからここがもうちょい増えていればより楽しい動画が撮れるんじゃないかな。つまりあれだ、メカニック TV より条件のいいチャンネルからオファーがかかるとあそうかもしれない、言っちゃったそうかもしれないだそうですけど、はい、でも彼女はそう言いながらも義理深いんで、僕は、はい、大丈夫かな。下町の人間は義理人情で育ってきてますから、はい、そこを裏切ることはないと思いますが、本当にでも彼女みたいにこのある意味味方によってはわがままな、うん、整備士の方がもっともっとこう自分のわがままの声を出して、うんうん、今のまんまで言い方も今のまんまを維持するのって実は進化していかないとできないじゃないですか。そういう変わっていくことが嫌いな人っていうのがほとんどだと思うんですけど、少しでもやっぱり変わっていくきっかけになったり、何かこのメカニック TV 自体はこの出会いのこういう出会いの場のきっかけになったり、誰かと誰かのとサービスとか会社とサービスとかが出会うきっかけになって、こうみんなのわがままを形にしていける、そんなお手伝いが少しでもできたら、まあ、すごくいい場になると思うので、もう彼女はお好き放題やってもらって、時々ちょっとそれを勘弁してっていうこの温度感でちょうどいいのかなと思ってます。なるほど。そしてこれからも頑張っていかれるということで、実際に、女性メカニックの声を聞くことができたのは僕たちも一緒ですよね。そうですね、うん、メカニック TV でゆきちゃんがいてくれたから、初めて女性メカニックの人が現場でこういうことを思っているみたいなことを発信されていて、それを聞くきっかけが僕らでもあったっていうことは、業界の人たちにはもっともっとたくさんチャンスが、うん、生まれてるんだろうなと思うので、これからの番組もそれから YouTube の成長も楽しみにしていきたいと思います。はい、というわけで、今日は、メカニック TV のメインキャストであるゆきちゃん、それから仕掛け人でした石川さんに、登場いただきまして、 YouTube とね、そういう業界の未来みたいなところについてお話を聞かせていただきました。お二人とも良かったんですか？大丈夫ですか？バッチリだと思います大丈夫です。いや、すごい、いや、本当僕らも意外な話が聞けて、裏にメカニック TV の裏に石川さんがいるから、こんなに何にも言ったんだなと。そうかもしれない。その最初にね、毎日投稿とかありえないって思ったかもしれないんだけど、 YouTube チャンネル育てる一番大切なやり方って実はそれだったりするので、ちゃんとね、計算されてというか設計されて最初から始められたってことでしたよね。はい、でも意見がある方はぜひね、石川さん宛てにメールくださいメールアドレス、厳しい条件がいっぱいありそうなんで、あんこってやわらかい、プロデューサーがいるんですよそういうことです、そういうことですなので、ちょっと YouTube 的な視点で意見をすると、
自分のこれいいでしょうをアップしていても絶対チャンネルって成長しなくて、うん、あくまでまずは YouTube のロジックに乗っかった運用の仕方をしていかないと最初の数字を作ることができないんだよね。なのでそこをよく分かった上で始められてんだなっていうことを僕は今日話を聞いて感じました。うん、するとそうすると情熱が合わさると5万人っていうすごく大きなチャンネルに成長できる。今年中に10万人いけるように、石川さんと喧嘩しつつ3年間散々喧嘩しました。喧嘩しつつ、まあ、意見がある方は石川さんに携帯の番号を載せています。喧嘩取るじゃなくて喧嘩取る、石川さんの携帯番号こちらで。はい、というわけで今日はすごく貴重なお話を聞かせていただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。整備士を諦めるなレソリューション。